金平梅。あら金蓮、宴に顔を出すなんて珍しいわね。どういう風の吹き回し？心を入れ替えましたの。今夜は私も文士様の相手をしますわ。あら、今夜は旦那様も李海鮮様もいらっしゃるのね。文学談義はもういいのかしら。李海鮮様ならあさってにここを立つそうよ。え？何でも李知事に呼ばれてるんですって。李知事のところへならこの件を出なきゃならないわ。そんな遠くまで行くなんて大変よね。ここを離れるですって？あの男、自分だけ逃げるつもりね。芝居のみんなを助ける気なんかさらさらないんだわ。いいえ、早合点はいけないわ。李海鮮様は高名な文士様、私とは違って気高い志をお持ちのはず。大奥様、実は内密にお話があるのですが。お荷物はこれで全部ですか？ああ、頼んだよ。今日で正門家ともお別れだ。芝居で稼いだ金は全部詰め終えた。今回は特に稼いだな。しかし王家をあそこまで怒らせたのはまずかったな。せっかく仕込んだ役者をなくすことになるが、何構わぬ。代わりはいくらでもいる。また身寄りのない子供を集めて仕込めばいい。芝居の中身はまた次の理事時から仕入れればいい。金持ちや権力者の収分、これで私は囚人から金を得る。金持ちからは名声や権威をもらう。私は名のある文士だ。両方から利を得る。我ながら賢い生き方だ。李海鮮殿、これは正門家の旦那様。今日でお別れとは残念です。実は最後の宴を盛大にやろうと思いまして、李海鮮殿のために芝居のものを用意しました。芝居はお好きですか？いい。それはよかった。席を用意しましたのでどうぞ。これは李海鮮殿、お久しぶりです。これは王宇様、ここを離れるそうだな。寂しくなる。またうちにも寄ってくれ。あなたとの文学談義は面白かった。せっかくなので王宇様もお呼びしたんだ。そうですか。旦那様、みんな集まりましたのでそろそろ芝居を。うん。どうぞこちらの席に。はい。今日の芝居は町で一番の人気と聞きます。私はまだ見たことがないので楽しみです。町で一番の人気、まさかな。王宇様はどうぞこちらでお酒でも。うん。あ、申し訳ありません、粗相を。すぐにお拭きいたします。どうかなさいましたか？いかん。そんなに手を動かされたらダメだ。王様、どちらに？川屋だ、すぐ戻る。あいつらどうしてここに？ここはどこですか？ここは正門家です。あなたたちの芝居が見たくて呼びました。正門家、本物の正門の旦那様？ん？どうしたの？芝居を始めてちょうだい。はい。
私は役所を営む正門家の主。金はザクザク男前、家業は人任せ、私は女遊び。女を喜ばせるのはお手の物。私のひょうたんはいつも満杯。ダメよ、わらちゃん。でも。まずいぞ。こんな芝居を見たら、正門の旦那様どころか、奥方様も怒り出すぞ。しかもこの場には大羽もいる。その上、あいつらが仮面を取ったら、私の正体がバレる。大変だ。私のひょうたんが心もとない。おお、こいつらは。まずい。正門殿、こいつらは我が王家を愚弄したやつらです。即刻引き渡していただきたい。李海鮮様、どちらに。少々様。少々生。あ、少々生様。少々生様。人違いです。私は少々生などというものでは。少々生様。李海鮮、お前が少々生だったのか。あんなに面倒を見てやったのに、よくも恩を仇で返したな。しかも正門家まで愚弄するとは。全員死刑にしてやる。お待ちください。私はこの者たちに陥れられたのです。私は関係ありません。そんな。少々生様、何かあれば助けるといつも言ってくださったのに、あの言葉は嘘だったのですか。お待ちください、王宇様。どうやらこの子たちはこの李海鮮に騙されて芝居をさせられていたようです。王宇様のお気持ちはわかりますが、罰するのは李海鮮だけになさってはいかがでしょう。しかし、もし王宇様がこの者たちに情けをかけられれば、真相を知った世間は王宇様を情のある方と思い、ご心配の悪評も静まるかと思います。正門の奥方様のおっしゃる通りだ。李海鮮だけ罰しよう。残念だったわね。あなたの命運はここまで。あなたがこの場でみんなを助けようと動いたら、少しは助けてあげようかとも思ったんだけど。こいつが少々生の正体か。身寄りのない子たちを騙して金持ちの悪口を芝居にして儲けてたって。しかも都合が悪くなった途端、自分だけ逃げようとしたんだってさ。王は芝居の子らは情けをかけてお咎めなしだってさ。あら、ただの公職親父かと思ってたけど、器の大きい人じゃないか。みんな落としたりあげたり勝手なものね。お疲れ様、いろいろさせちゃったわね。私はメンツのある身でしょ。自分では動けないのよ。まったくですよ。王家より先に役者たちのねぐらを突き止めたり、大奥様に話をつけて宴で彼らに芝居をさせたり。でもあの子たちさすがよね。みんなで泣き落として大奥様の気持ちをつかんでくれたわ。でも旦那様はあの芝居をご覧になってしまったので。経済、私はあんな風に見られてるのか。どうなんだ経済。慰めるのに一苦労ですよ。私からもよーくお慰めするわ。すぐに私が元のようにしてみせるわよ。ところで、あの子たちはどうなったの？とりあえずこの件を出て行きました。みんなで芝居をして暮らすそうです。
小小生の作った芝居をするの？かもしれませんね。でも我々の目に触れないところならわからないし、いいじゃないですか。あら、だったら私、正門家をやるなら一つだけ直してほしいところがあったのよ。どこですか？あらやだ、わからないの？あの芝居の中で正門家で一番可愛いのは第六夫人って言ったのよ。そんなの許せないと思わない？そんなとこですか。他は？そこだけよ。他にどこがあるっていうの？生き残った役者たちは遠い町へと流れていき、芝居を面白おかしく興行し、そのいくつかは形を変えて今も残っている。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様どうぞよろしくお願いします。